ルイーズ・ビーバースはアフリカ系アメリカ人の映画女優。1920年代から1930年代まで多数の映画に出演。特にメイド、使用人、奴隷の役が多かった。オハイオ州シンシナティ生まれ。女子学生社交クラブシグマがアンマローのメンバーで4人のアフリカ系アメリカ人のうちの1人だった。彼女の最も有名な役は1934年の 映画、模倣の人生で、雇い主が彼女を、邪魔今おばさんのような有名人に例えられる、家政婦のデリラ・ジョンソン。デリラとフレディ・ワシントン演じる肌が白く白人として、生きたい娘のペオラとの対立が有名。模倣の人生は、アメリカの映画史上、黒人女性の問題に取り組んだ、ハリウッド映画の最初の作品。しかし主役級の役は、ほとんどない。 ハピマクダニエルと同様、母親としての固定関連となる。主人に仕える、太っていて短期で大笑いをする既婚の黒人女性というイメージ。彼女の雇い主は、母親のイメージを維持するためどんどん食べさせた。彼女は事前に、どのような役が用意されているか知らなかったが、それでも映画に出演し続けた。なぜなら、マクダニエルがかつて述べたように、メイドになるより、 メイドを演じた方がいいわ。ということである。ブライト・ブロワーズ、ボールド・ドリームスの著者ドナルド・ボーグルによると、映画界に入る前は、サイレント映画女優リアトリス・ジョイのための家政婦として、働いていたそうである。ハッティ・マク・ダニエル、エセル・ウォーターズ、アマンダ・ランドルフに続き、シチュエーション・コメディシリーズの、ビューラで、家政婦・ビューラを演じる。従属的な役ではあったが、 アフリカ系アメリカ人主演の最初のシチュエーションコメディのテレビ番組だった。彼女はまた、ザ・ダニー・トーマス賞の最初の2シーズンで、ルイーズという名のメイドを演じた。1962年10月26日、同じタイプの女優ハティマク・ダニエルが亡くなった日からちょうど10年後に60歳で、カリフォルニア州ハリウッドで、心筋拘束で死亡。1976年、 黒人映画制作者の殿堂に入る。ありがとうございます。